吉田さん、ブラインドタッチですかまあ、ブラインドタッチに似たようなやり方っていうのは、まあ、いろんな業界にあってですね。まあ、私ね、あの、6年前だったかな。三味線始めてもう何年にもなるんですけども、三味線って、こう、押さえるところによって当然ですけど、音が違うんですよね。で、ギターと違って、フレットっていう感覚ないんですよ。フレットっていうのは、音が出るところをこうやってね、あの、区切っていて、そこの区切った間に指を置いとけば、 まあ、その間では音が同じように聞こえるよっていう形なんですけども三味線っていうのはないんですよね、まあ、ですんで同じところを押さえても本当に数ミリずれると音が変わるんですよそれを利用してこうやってビブラートみたいなこともするんですけどもその際上からどの辺りを押さえればどの音が出るかっていうねナンバーを振ることがあるんですよで私の場合はこう見ながらじゃあとても弾けないんでもうナンバー振らなかったんですよだから何の印もないんですよね まあでもね何年もやってるともう見ずにね弾けるようになるわけですよ見ずに弾けるようになるとまあ結構楽ですよねでそれがブラインドタッチに相当するのかなと思いますまあかくいう私もパソコン始めた時っていうのはこの北斗神拳ですからね人差し指打法ですからでも今はまあキーボードこうやって打つこともありますけどもキーボードなんてもうねあの何ですかタイピングのほら文字がね消えてるんですよ打ちすぎてえっ、ー、ともう何が書いてるか分かんないですね まあでもこのキーボードの配置にここはどういうアルファベットが書いてあるのかわからないけども指を乗せるともう動きますよね、うん、不思議ですよね、うん、だからキーボードが自分の体の一部になるみたいな感覚ですかあそれからイリュージョンのねプロモーション派手ですよねなんかねこうやってなんかくるくる回ってねカウンターがぐる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 回ってなんとなくこう、うん、すごいことが起きそうな気がしますよねあれね セミナー動画を買った人はセミナー動画を果たして見るんでしょうかというね <laughs> 買ったら満足しちゃうのかなと思いますね、うん、まあ大体そうなんですけども手に入れるとそれで満足しちゃうってことが多いですよね大好きなあの子も付き合うまで一生懸命なんだけども交際が始まるとなんとなく何やっていいか分かんないみたいなこともあるのかもしれないです、まあ、お金もねなんか必死で稼ぐんですけども口座に入ってるお金を何に使おうか結構ね すぐこれに使いたいよっていうのが思いつかなかったりするんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうかそれでは、いってらっしゃい